さあ出てきましたということでね、普通ならこの後こっちのホッケ堂とか二月堂とかこっちの方どうですよね、向かっていく感じなのかな。さっきのところも気になりますけどね、まあ近そうです。こっちからくるっと回ってきましょう。こっちは正面参道ですよね、多分ね。アショカピラー記念法だ。あ、花祭りのすごい大きさですね。花祭りというとお釈迦様の誕生日でしたっけね。はい、これが面白いところね。お寺の中にこうちょろちょろっとちょろちょろっと田向山八幡宮とかあるんですね。あ、こっちプーというところがいろいろあるみたいですね。にゃんこじゃないですか、にゃんこだ、ね、あらにゃんこだ、買いにくいですけどね。なるほど、これがすっかり暑くなってきたら節分っていうのが食べたくなるでしょう。あ、屋台作ってますね。絶賛収束です。ストップコース。7なんてあるんですね。もう汗かいてきたな。ちょっと、何を買っておくかな。安いですよね。ここで鹿せんべい売ってて。ディーヤフードって、ディーヤってのがあれなんですか？ディール？ディール？鹿なのかな？で、見てますね。何や、お前は買わんのか。俺はちょっともう朝で腹減っとんのにお前変わんのか、え、変わんのって感じで見てますよね。待ってますよ。各まあ分かりやすくね、早く買って飯をこすやと言わんかばかりのね、顔にも見えますよね。おみんなまだまだ売店やっとんのかな。もうなんかその気配がないですけど、エマドーチチェアってなってますね。あ、さてかかった。いや、こんなもんか。完全に目が合ってましたけど、まあ、しかもタクシー泣いたもんですね。しかもタクシーそれはもう泣いたもんです。おとなしいですよね。よいしょ。で、ホッケ堂、二月堂かいた方がいいかな。三月堂になってます。大体こういうのあそこに四月堂ってのがありますね。こっちの辺りとかは中を撮影禁止の場所もあるみたいなんで気をつけないといけませんね。でもここもちょっと今なんだすくって、まあ今は止まってますけど、ね、大体こういうところにあるのでこの水は飲みますって書いてあるところ珍しいですよね。あ、ここ、あ、そうですね、秘釈は使いませんよってことなんですね。直接ね、中の味噌をね取るわけにもいきませんからね、直接取るんですけど、これはちょっと上背がないと厳しいかもしれません。私で結構今ギリギリでしたね。よいしょ。夏堂、こういうところにも鹿が掘ってあるんですね。これいつのやつなのか分かりませんけど、奈良海陸物産商組合ってなってます。今までいうところ商工会みたいな感じですかね。まだ別なんでしょうか。どっちにしたってそうな歴史がありますよね。普通に右から書いてあります。そうでしょう。でもその頃からやはりね、鹿なんですね。ちょっとだいぶね、馴染んできてしまってますけど、多分鹿ですよね。なるほど。はあ。こ
じゃあもう完全に鹿ですからね。じゃあ完全に鹿ですよね。永代上都、いつ混入のやつか。書いてないな。生活関係のやつって書いてあるんですけど、彫ってあるもんですけど、彫ってないですね。多分ってわけでもなさそうな、一応ちょっと閉まっちゃったんでこっちで撮ってますけど、いろいろありますね。そこですね。先にお参り咲いてる方が見えてますんでね、こっちから見てますけど、立派なやつですねこれ。元からこれはなんか初めからこうやって試着を使わずにって前提で作った感がありますよね。もしかしたら試着っていうのは結構途中からなんかもしれませんね。こっちの方が古そうですもんね。やっぱしすごいですね。この水飲めます。そうですね、飲んじゃおうかな。そうですね、上にもプラカタお客様がいました。こんなところです。